1974年のテレビでは、1974年の日本におけるテレビジョン放送全般の動向についてまとめる。前年暮れの第4次中東戦争をきっかけとした第1次オイルショックの結果、石油価格が冒頭四国全体で資源節約が大きなテーマとなった。このため、テレビ放送は平日の日中、全日深夜の放送休止に追い込まれた。 またこの動きは前年 NHK 渋谷放送センターへの本部拠点集約を完了した NHK にとっても打撃となり、超緊縮予算によるリストラ欠航という事態を招くこととなった。テレビジョン放送開始以来の懸案事項となっていた民放資本に関する東坂間の長年天井大会賞に向け、まず東京で新聞社間による 資本整理の動きが起こった時期もこの年であった。テレビ、和歌山ニュースマイナス46.6%ニュースマイナス46.1%小野田さん帰国マイナス45.4%行く年来る年マイナス45.4%ニュースマイナス44.3%首都圏交通スト情報マイナス44.0%カメラリポートマイナス43.5 パーセント首都圏交通スト情報マイナス42.3%日光気配ジャック事件関連マイナス42.0%火曜ワイドスペシャル世界 J ミドル級タイトルマッチ和島光一ミゲルデオリベーラマイナス47.5%ダイヤモンドグローブプロボクシング世界 J ミドル級タイトルマッチ和島光一 ショットガンアルバラードマイナス43.4%第25回 NHK 紅白歌合戦マイナス 74.8%74 新春スター格し芸大会マイナス 46.9%1974 年度輝く日本レコード大賞マイナス 45.7%74 輝け日本歌謡大賞マイナス 45.3%8 時だよ 全員集合マイナス44.7%連続テレビ小説、鳩子の海マイナス52.8%連続テレビ小説北の家族マイナス51.8%ありがとう。最終回マイナス40.7%時間ですよマイナス32.4%太陽に吠えろ。マイナス 32.1%NHK 日本テレビ TBS 系。 フジテレビ系ネット系東京12チャンネル。ありがとうございます。